カスザメはカスザメ族に属するサメの一種。北西太平洋の300メートル以前の砂底で見られる。体はエイのように平たく、全長1.5メートル以上になる。2機の背びれが腹びれより後方に位置すること、大きな棘の列が背面の正中線上にあること、胸びれの先端の角度が小さいことで近縁のコロザメと区別できる。 背面には四角形の暗色の反転が散らばり保護色となっている。餌は魚類や無脊椎動物、夜行性の待ち伏せ型捕食者である。体制で2から10匹の飼魚を生む。刺激されなければ人には危害を加えない。肉やサメ側が利用される。IUCN は保全状況を近然滅種としている。1858年、ドイツの魚類学者。 ピーター・ブリーカーによって科学し、アクタ・ササイア・タタス・サイオン・ティー・レム・インド・にラン・ディッキーにおいて記載された。タイプ標本は53センチメートルのオスで、長崎県沖で捕獲されたものである。種小名ジャポニカも日本に分布することに由来する。2010年のマトドナを用いた分子系統解析では、本種は台湾コロザメなど他のアジア産カスザメ類と、 近縁であるという結果が得られた。本種はその中でも比較的早く分岐した種であり、分子時計では本種はおよそ1億年前に他のカスザメ類から分岐したことが示された。第一背びれが腹びれの先端より後方に位置することで近縁のコロザメと区別できる。体は細く胸びれ、腹帰は大きく広がる。頭部側面の皮しびらは洋上にはならない。 目は楕円型で、間隔は広い。その直後には、三日月型の噴水孔があり、噴水孔の内部前縁には大きな箱型の突出部がある。鼻孔は大きく、小さな鼻しびらがあり、二体のげが付属する。外側のげは細いが、内側のげは、先端がさじ状となり、その基部はわずかに棒状となる。口は、頭部末端に位置して幅広く、唇しびらがある。 死列は上下ともに片側十ずつで中央には隙間がある。角葉は小さく細くて尖る。頭部側面には五体の得られつがある。胸びれの前端は頭部から有利し三角形の養状になる。先端は角張り、後端は丸みを帯びる。腹筋の円は突状になる。二気の背びれは尖り、大きさ、形は概ね同じである。腹筋の先端より、 後方に位置する。小柄は平たく、側面には隆起線が走る。尾ひれは大まかに三角形で、角は丸い。下場は常用より大きい。背面は中程度の大きさの川場に覆われ、頭部から尾までの正中線上には大きな棘の列が走る。背面は明褐色から暗褐色で四角形の暗色の斑点が密に存在する。この斑点は、 ヒレ状では細かくなる。覆面は白く、黒縁がある。最大全長は資料によって異なるが、1.5から2.5メートルの範囲である。北西太平洋の比較的寒冷な海域に分布し、本州東岸から台湾、日本海南部、黄海、東、シナ海、台湾海峡で見られる。古い資料ではフィリピンに分布するとしているものもあるが、これは、 別種のスクアティなケイリティだと考えられている。大陸法上の旋回から水深300メートル程度まで生息する。定性で岩礁近くの砂底でよく見られる。日中は定室内で動かない。他のカスザメ類と同様、待ち伏せ型捕食者で、日中は定室に渦漏れて過ごすが夜間は活動的になる。退職は保護食となる。餌は低成魚、糖塞類、 甲殻類など、単独化、同種個体と近接して見られる。寄生虫として、常駐のファリオバトリアムマージョナトムタイロセファロム、スキティニー、カイアシ類のユダクトリーナスクアティニーとレビウスシーノイ、ウミクワ型類のナシアトライマキアラタのプラニザ陽性が知られている。体制で、近年種同様に受精卵は卵黄によって成長する。産子数は二から十で、出産は春から夏。 出生時は2 2トル程度。メスは8 0トルで、生成熟するが、オスについては不明である。他のカスザメ類と同様、攻撃的ではないが、刺激されると噛みつき列傷を負わせることがある。分布域の大部分で、底引き網によって捕獲されるが、おそらく低地網、刺し網なども用いられている。肉は食用に、皮は、サメ皮として、おろし金や、 刀剣の鞘としても用いられる。捕獲されやすく繁殖力が低いため、商業漁業による漁獲圧に弱い。航海やその近海で行われる底引き網は、水質汚染と合わせて地域の生態系に重大な影響を与えている。個体数はこの状況のもとで50%以上減少しているとみられ、IUCN は保全状況を気球種と評価している。 中国政府が課している一部地域での底引き雨量の禁止は本種の個体数に良い影響を与えているかもしれない。ありがとうございます。